スタジオリバーサイド。はい、こんにちは、竹下敦です。先ほどね、ちょっとコンビニエンスストアでこちらの綿棒を買ってまいりました。最近ね、先端が黒いタイプの綿棒があるんですが、値段的にはほぼ同じ240円か250円ぐらいなんですが、この普通の、抗菌ソフト綿棒、こちらの方がですね210本入りで、250円で、黒いタイプの方はですね100本入りで同じ値段240円なんですね。で、しばらく悩んだんですが、私はあまり先端が黒いものは好きではないので、こういう普通の、ソフト綿棒を買いました。これ結構便利なの、パカッて蓋ができます。はい、おすすめです。240円、綿棒ね、いろんな場面で、当然耳ほじほじもできますし、ギタリストですと、さっき間違えちゃったサドルとね、サドルと、ナット間違えて言っちゃったんですけど、あのナットとかサドルとかね、こうほじほじって掃除したりなんかするのにも使えます。何かと思ってると便利です。綿棒おすすめです。それでは竹下敦でした。